フランソワ・ボションは、スイスの画家である。主に風景画を描いた。スイスの傍衆のローザンヌで生まれた。父親は、大工で幼い頃に死去したので、モントルーの石膏の祖父に育てられ、祖父が亡くなった後、再び母親とブベで暮らした。この頃、スイスの画家から絵を学び、1846年にフランスのパリに移り、スイス出身の画家。 グロクロードに学び、シャルル・グレールにも学んだ。写実主主義の画家、ギュスター・ブ・クールベとも知り合った。ジョーチフスにかかり、1847年の春にローザンヌに帰国した。スイスに戻って、スイスの美術協会の展覧会に初めて出展した。1849年からローザンヌの工業学校の教授となった。1851年から1854年。 頃には、風刺雑誌、ラグエーペの挿絵を描いた。この頃、しばしば、イタリアも訪れ、風景画を描いた。私立の画塾も開き、有名な学生には、テオフィル・アレクサンドル・スタンダニや、ウジェーノ・グラッセがいる。ありがとうございます。